神格の霊廟の御前にて衛星様は晴れて体験し加冠されたことをここに承認する。中華を統一して戦国を終わらせられる王はお前だけだ。せここから15年で6つの国全てを滅ぼし中華を統一する。将六将も真っ青の苛烈な時代を迎えることに間違いないでしょう。真の六大将軍が復活する。必ず六将の一席をつかみ取れ。待ってろよ国王。いよいよ待ったなし、夕日の時だ。ここが今回の戦場、国王だ。ようこそ歓喜軍へ。ここでは略奪虐殺何でもやるから、そのつもりで歓喜シャシャリでなガキ。ここで大人の戦いを覚えていけ。飛信隊5つの丘すべてを占拠すれば我々の勝ちです。さて行くか。誰ぞ飛信隊、連中に遅れを取るな。この戦いはやはり複雑なものになるぞ。し頭がいきなりゼノンを使ってくるとは。獲物は歓喜と飛信隊死んだ。敵将軽者の首は俺が取る。勝つためだ。全ては